どうも、葵です。今日なんですけれども、高圧洗浄機のお話をさせていただきます。でですね、ジャパネット高田さんで爆売れ中のケルヒャーの高圧洗浄機で JTK サイレントってあったと思うんですけれども、今回ですね、2022年2月上旬にですね、最新モデルが出ました。JTK サイレント S と言いまして、まあ今までのものよりキュッとちっちゃくなって、まあスペックは変わらないですよっていう感じのモデルが出たので、ちょっと今日はですね、そちらのお話をさせていただこうと思います。でですね、こちらの JTK サイレント S なんですが、私、買わせていただきました。まだね、手元に届いてないんですけれども、同等スペックで、まあ、本当にね、比較対象としてはバッチリなのがこの K2 サイレント。で、まあ、一般的なお店で売られてるモデルなんですよね。で、これめちゃめちゃ人気あります、K2 サイレントって。で、どちらもですね、静音モデル、まあ、静かなモデルとして、日本独自に設計されている、モデルなんですよ。で、なんでかっていうと、日本って集合住宅めちゃめちゃ多いです。あと、音にうるさい人も多いみたいなので、ドイツが本社なんですよ、ケルヒャーって。なんですが、まあ、その中でも、静かなモデルとして、まあ、開発されたのがこいつ。で、まあ、これの同等で、JTK サイレント S というのがあるというような感じです。ではですね、早速、比較が3つで比較をしていこうと思いますので、最後までお楽しみいただければと思います。はい。では、まず一つ目は、スペックですね。まあ、一番大事です。高圧洗浄機を語る上で、一番大事なスペックの要素っていうのは、水圧と水の量です。まあ、もちろんですね、やはり水圧が高ければ高いほど、洗浄効果っていうのは高いっていうのはわかるとは思うんですけれども、それと同じぐらい大事なのが水の量なんですよね。で、水の量が多いと、いい点って二つあって、まあ、一つが、やっぱり、洗い流す力っていうのが上がりますよね。で、プラス、出る時の水玉の大きさがやっぱ大きくなるんですよ、水の量多い方が。なので洗浄効果にもすごく関わってくるんですよね。なので水圧と水量が大事ですよというのと、あと K2 サイレントと、JTK サイレント S に関しては基本的にスペックほぼ一緒なんですよね。で、水圧から見ていくと 7.5 メガパスカル、まあ普通に出してる時の水圧が 7.5 メガパスカルなんですよ。で、メガパスカルっていう表記になるのですごく分かりづらいんですが、まあ重さに例えると大体75キロぐらいって思ってもらって大丈夫です。で、ちなみに言うとなんですが、100ボルトの家庭用の機械なので、まあ電気の量的にですね、マックスで80キロぐらいが限界だと思います。なので、まあかなりね、限界ぐらいの、スペックはあるんじゃないかなと思います。で、水の量が若干違うんですけれども、1時間あたりの表記になるんですが、JTK サイレント S が312リッターです。多いです。これもかなり多いと思います。K2 サイレントが、310リッターなので、JTK サイレント S の方が若干扱える水の量が多いので、洗浄力は少し強いと思ってもいいんですが、まあこれ程度の差だとそこまで差は感じられないんじゃないかなっていう感じはします。で、まあそこ以外には大きな差はスペック上はないんじゃないかなと思います。はい。はい、では二つ目ですね。まあ、外観だったり、まあ、コンパクトさのところでの比較になります。まず、JTK サイレント S に関しては、まあ、全体的にですね、まあ、黒を基調として、あと、イエローですね。黄色がちょっとアクセントで入っているような、まあ、非常にシックな感じのデザインになってます。それに対して、K2 サイレントに関しては、まあ、ここに物あるので見ていただければ一発なんですけれども、まあ、メーカーのイメージカラーが黄色なので、まあ、全体的に黄色の基調に、まあ、一部黒が混ざっているような感じで、なんかこう、なんとなくこう、見た目がオレンジみたいな感じが僕はするんですよね、いつも見てて。で、このどちらもなんですが、下にタニスターはついてないので、コロコロ転がすことはできません。まあ、ここはちょっとマイナスのポイントかもしれないですね。で、まあ、ここのハンドルがついてるので、まあ、バッグのような感じで持ち歩くという感じですね。まあ、ちょっと重たいかなっていう感じはしますね。で、細かい比較なんですが、JTK サイレント S に関しては、奥行きがだいたい30センチぐらいで、幅が48センチ、高さが25センチなんですよね。それに対して JTK サイレントが奥行きはほぼ一緒ですね。29.3センチに、幅がね、53.8 なので5センチぐらい幅は JTK サイレント S の方が低いかなっていう感じはします。高さも30センチなのでやっぱりこれも5センチぐらい JTK サイレント S の方がコンパクトなんですよね。なのでまあ寸法的に言うと JTK サイレント S の方が使い勝手はいいんじゃないかというところと、重さに関しても5キロ、あ、違う、失礼いたしました。0.5 キロですね。500グラム、JTK サイレント S の方が軽めですね。で、ちなみに、こう、持った感じは、まあ、
大人の僕で、まあ、ちょっと重いかなって感じるぐらいなので、これより少し軽くなったぐらいっていう感じのイメージですね。女性とかだと少し重たいって感じる方がいるかもしれないですね。はい。でですね、付属品に関しては、まあ、どちらも付いているものをまずご紹介すると、高圧ホース、あと、ガンですね。ガンの握りの部分と、ランスが2種類で、バリオスプレーランスと言いまして、圧力を調整できる、まあ、ちょっといいやつなんですよね。あとはサイクロンジェットノズルと言いまして、まあ、大体倍ぐらいの水圧になる、ぐるぐる、こう、先絞ってぐるぐる回るタイプの、まあ、ちょっと対象物気をつけないと壊してしまうものもあるのでっていう感じのランスが2種類、まあ、これが大体ついている。あとはフォームノズルですね、泡洗浄できるアクセサリーですね。こちらがついているんですが、やっぱり JTK サイレント S の方がジャパネットさんが出してるものなので、なんとこれがついちゃってみたいな感じでどんどんつきます。で、大きく違うのが高圧ホースの長さ。まずここがね、結構大事なんですよね。高圧洗浄機のスペック語る上で、高圧洗浄機の長さすごく大事で、K2 サイレントが8メーターに対して、JTK サイレント S に関しては10メーターあります。で、まあ私、仕事とかで知った時に思ってたのは、やっぱ最低限度高圧ホースの長さって10メーターが目安なんじゃないかなって僕は思ってまして、というのも、まあ車の洗車をする時とかって、まあ車種にもよるんですけど、10メーターあればギリいけることがあるんですよね。で、これが短いとですね、途中で長さ足りなくて本体動かしてみたいな感じで、で、ホース絡まってみたいなストレスが溜まったりっていう、まあ、もうそもそも作業効率も悪いので、まあ10メーターっていうのは結構ありがたいかなっていう感じはしますね。で、あとは、ウォッシャーのブラシノズルがついてるんですよね、JTK サイレント S には。で、これも、やっぱりホイールの中とかちょっと擦り洗いしたいところとかは、ブラシのノズルがついてると非常にありがたいです。で、少しポイントなんですけれども、洗剤を使うといいんですよね、ブラシノズルって。洗剤をちょっとつけ置いて、その後にブラシノズルと高圧洗浄の水ですね、水を出しながらこう擦ってもらって、まあ、最後高圧洗浄機で洗い流すとかっていう使い方ができるので、非常にいいと思います。で、最大の利点が、こいつって水道ホースついてません。水道ホースついてないので、知らないで買っちゃった人って、そのまま使えないんですよね。まあ、たまたま家に水道ホースの設備があればいいんですけども、なければ別途買ってこないといけないんですけれども、JTK サイレント S に関しては水道ホースついてます。ついてはいるんですが、まあ、3.5 メーターなんですが、ついてはいるんですけれども、さらに、高圧洗浄機って、存じ上げない方多いかもしれないんですが、自給ということができるんですよ。で、自給って何なのかというと、まあ、例えば水道のホースの環境がない場所で、バケツとかタンクに水溜めといて、それをホースごとズボッと入れると、吸い取ってくれるんですよ。まあ、なんかポンプみたいな構造なので、こう吸い取ってできる。で、自給するのはいいんですけれども、中に砂利とか汚れが入っちゃってると、それ吸い上げるとなんかぶっ壊れるんですよね。なので、自給用のホースも兼ねてるんですよ。まあ、平たく言うとフィルターが入ってるような感じですね。っていう感じのホースもついてます。で、これ個別に買おうとすると6000円ぐらいします。なので、それがセットでついてるっていうのは結構お得だと思うんですが、まあ本体価格はちょっと高めなんで、なんとも言えないんですが、ただまあそれがついてますよっていう感じです。で、ここでもやっぱりワンポイントあって、自給する場合なんですが、まあ特に地下水から汲み上げる場合、結構ね、砂利とか混ざってる、まあ砂とか、小石混ざったりすることがあるんですよ。で、そんなの中に入っちゃったら一発でぶっ壊れるので、ベッドですね、どっちだ？あ、ここか。ここに、フィルターをかますアクセサリーが売ってるんですよね。で、そういうのを、まあ、ちょっと水質微妙だなと思うところだと必ずつけた方がいいです。で、これ意外とね、大事なので覚えておいていただければと思います。まあ、基本的にアクセサリーに関しては圧倒的に JTK サイレント S の方が豪華です。まあ、これは前のモデルも旧モデルも一緒なんですけれども、豪華だと思いますが、3つ目ですね、価格。で、価格に関してなんですけれども、まあ、ジャパネットさんに関してはいろいろご案内させていただきたいことはあるんですけれども、2022年2月の25日時点では、ジャパネットさんのサイトでの価格が、JTK サイレント S の新モデルに関しては、34,980円の税込み価格になってます。そこそこしますよね。まあ、ケルヒャーの市販モデルだと上位スペックがもう視野に入るぐらいの金額ですね。で、対してこいつに関しては、現時点で価格 .com 最安値だと、15,600円税込み。全然違う。倍ぐらいしちゃった。倍以上か。倍以上するので、通常時はね、どう考えてもこっちの方が僕はお買い得だと思います。コスパもいいと思います。ちょっとアクセサリー足りないものがあるのを加味したとしてもこっちの方がおすすめなんですが、
高圧洗浄機って一番売れる時期って実は春先なんですよね。あの要は花粉とか、あとあれですね、あの黄砂、ああいったものを落とすために結構高圧洗浄機春先買われる方多いので、おそらくジャパネットさんもセールかけてくるんじゃないかなと思います。前回の旧モデルの JTK サイレントに関しては、前回ね去年の11月にセールを行ってた時は、通常時こちらが 31,800円、税込みのものが 17,800円まで安くなってたんですよ。なのでセールやる時って結構ね安くなるので、ちょっと待っていただいてもいいんじゃないかなって私は思います。はい、ではですね、まあ、ざっくりとではございますが、比較と、まあ、新商品の解説をさせていただきました。で、買ってるので物届いたら、まあ、実際中身をお見せして、まあ、使い心地とかっていうのもレビューをさせていただこうと思いますので、引き続きお楽しみいただければと思います。ではこの動画ですね、参考になったなって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。